死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜ、ターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなあと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは、沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分、相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただ、それとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎、ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは、結局何か魂胆があったってことだろ？多分、ターボーが三越場の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか？そんなことないって。くそ。野郎の正体も割れて、これからって時に。俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ。杉浦は来ねえのか？あいつは。これから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。あ、矢神氏、海藤さんは命に別状はないとのことで、不幸中の幸いでしたな。しかし、どうも決まりが悪いのです。僕らがお二人を偉人町に呼んだせいでこんなことになってしまったのではないかと。それとこれとは違う話だろう。俺も海藤さんもそんな風に思ってないよ。悪いのは相馬だ。ほう、矢神氏。矢神さん、もう間宮ゆいのところに行く？僕はいつでもいいよ。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当に矢神さんの仮説が合ってたら、間宮ゆいは河合深夜の殺しにも三越場ヒロの殺しにも関わってる。まあ、そうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。
どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本満君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。どうしたんだろう、間宮さん全然出てこないけど。そうだな、またドアホン鳴らす？すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。そうだね、出過ぎたことを言っちゃった。それで何を聞きたいんです？楠本満を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本満君の一件を間近で見ていたわけですよね？そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります、そうでしょうね。
最近北方先生と会ってませんか？会ってません。というかあまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後偉人町にいたと言ったら驚きます。いえ別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。痴漢被害はでっち上げですよね。はい。江原明宏にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか？示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女はカムロ町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。何なの？間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ、十何年も前の先生なんですから。もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？これですよ。あ、13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されている日付は楠本満が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って囃し立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものです。これが存在することをマミヤさんはご存知でした？ここに映ってるミツル君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？間宮さん、いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？
誰？この人が仲間を呼んだんだ。めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳、黒川学園の卒業生だ。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん、こいつらってつくもくんの小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。で昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ずうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします？もう一回しますか？そういえばね東さん、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？海藤の兄貴が誰に？まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ？てめえ、もう返しは済ませたんだろうな、八神。くっそ、ある系のガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る？間宮さんも観念してるでしょ。私をどうするつもり？知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。